平時であれば門は望む者に開かれます。オセラムの発掘隊やカージャにさえもちろんのこと。ただ今は会談が終わるまでの間通行禁止、テナークスが帰るまでね。あんた、そのパンチパーマンがストレートパーマンに変わる、通さないと。はい、皆さんこんにちは。機械獣ハンターアーロイホタテです。はい、ホライゾンフォービドゥンウェストやっていくよ。はい、そしたらエレンドと話す。こっち。情けねえ姿見られたな。大丈夫よ。お前のおかげで私は楽ができた。怪我は？あばらはほっときゃ治る。大丈夫、平気だ。アーロイ、俺がボコられるのを見にここへ来たわけじゃないんだろ。どうしたんだ？会談を実現させたい。西に行くために私たちは導きの塔で脅威を退けたが、それで終わりじゃなかった。時間を稼いだだけ。まだやることがあるんだ。本当か？そりゃよかった。いや、ほら、なんだ、終わりじゃなかったって部分は良くないが、でも要するにお前の槍と俺のハンマーでまた暴れられるってことだろ。すぐにでも階段を開きたい。のんびりしてられないんだ。少し休めば平気さ。あ、ただこれから私がやるべきことを考えると一人の方がいいんだ。一人ね。だろうな。エレンド、イチャついてるとこ悪いが、俺も怪我してんだよ。たく、カッカするな。今行く。たく、嫌になるぜ。俺は照度の光に行って手当てをするよ。うん。階段を実現させるなら博学のフアディスって妻子を連れて行かなきゃならない。あったよ。ブリステルバッグを片付けたら照度の光へ行かせる。そこで会おう。照度の光か。今回は勝手に消えないんだな。なんだって？こりゃびっくり。気にするとはな。どういう意味だ？いや、いい、忘れてくれ。どういう意味なのよ、てめえ。そうは見えないぞ。じゃあ言うが、塔での戦いが終わった後、お前は消えた。俺たちに何の挨拶もなしにな。みんなお前と血を流して戦ったってのに、何にも言わず勝手に消えやがっただろう。そんなひどいやついるか。そりゃそうだな。すまない、すまない。ごめんね、エレンド。エレンドなあ、私が突然去ったことでお前に辛い思いをさせてすまない。でも私は地球の生命を救えるのは私だけなんだ。地球の生命？そう。失敗すれば全て死に絶える。なら俺も手伝うよ。あた、それは無理。相手は悪い奴らでも機械でもない。私の使命は説明できないんだ。大切な仲間であっても俺は役立たずかよ。そうか。エレンド、いい加減にしろ。行かなきゃな。照度の光まで送るよ。いや、お前にはやるべきことがある。そうだろう。俺たちひねくれちゃった。死なせたくないのよ。ひねくれちゃった。後に手を借りることになるわよ。悪いが、お前だけで行ってくれ。足を引っ張っちまう。え？
遠いなおい。ちょっと待たんかい。400m か。爆発地点、今のなんか地響きは爆発したのかなんか。おすぐ向かう。あもう全速力よ私。どこ行ってんのこれ。こっちよ。これ取るよ。あのオセラムは何をしてるんだ。急げ、クランザーより先に手に入れる。え？あ？何？ブリスルバックが突っ込んでくる。野弾切れてる。野弾切れて下手すればこのピカが切れることになる。くっ。ナイス。またガラクタが増えやがった。え？助かったよ、ノーラ。頼むから殺される前にチェーンスクレープに戻れ。そうだ、機械獣が増えてきてるのか。暴走してるのか。あのんびりあのピクニックしてる暇ないよ貴様ら。わかる？あっちか。恐れのチェーンスクレープと照度の光は左か。あっちにあの照度の光にあのモヒカン行くって言ってた。なんだと。なん一匹じゃない、二匹じゃない、何言ってんのお前アホが。しっかり喋らんかい。あかん、これあかんパターンや。よし、もう一匹。一匹、ちょっと待ってくれ。疲れちゃう。違う、何してんの。間違えるな。どこ行った。チャンスなんだよ。嘘だろ。おいじゃあお前やめてね。どういった。いける。
切れてる切れてる。弱点狙え。死んでねえし、あいつ死んでねえし。これでいったろ。あと一匹取っとけ。これ安らぎたい安らぎたい。あといくつあいつ。あれまだ死んでないやついる。あいつはとどめさしとけ。もう一匹。それでスキルまだあれか3にならないんだ。トリプルショット使えないんだね。結構攻撃力上がると思うんだが。もう持てないけど保管庫に入れておくか。で目的忘れた。爆発地点に、あ、ここが爆発地点なんだ。なんだなんかな、なんかあの道端の出来事にしてはすっげえ出来事だなと思っていたら、なんだこれが爆発地点なんだ。これわかった。あ、あれ罠か。罠やね。ああいうのあるんだ。あれもめちゃくちゃあるやんかこれ。おいおいおい、これはちょっとね、わからんよねこんなもんね。ノラがここで何してるか知らないけど借りができたね。ヴァンガードが来るまでここで待つつもりが、ブリッスルバックが襲ってきてさ、そっからはもう大乱闘だよ。みんな大丈夫か。何人かやられたけど、あんたのおかげで石切り場は無事さ。作業に戻れそうか。じきに石切り場も活気づくだろうね。でもチェーンスクレープの笛が鳴らなきゃ瓦礫拾いするしかないよ。なんか半切れ？あんた半切れ？半切れですか。笛が鳴らなきゃ働けない。うちらはただの歯車みたいなもんさ。ウルバンドが笛を吹かなきゃハンマーも持てない。許可なしに作業した日にゃ即刻首、もううんざりしてるんだ。ウルバンドに反抗できないのか。金とコネを持ってるやつには到底逆らえないんだよ。ブリッスルバックを相手にする方がまだマシだね。あ、もう行くよ。そろそろ行くよ。気をつけて。あんたが来てくれたおかげで死なずに済んだよ。うん、賃金アップすればいいね。頑張ろう。一緒に頑張ろう。ブリッスルバックはほとんど倒した。これで谷も安全だな。フアディスに知らせてやろう。ようやく階段を始められるかも。焚き火がある。おやすさん、すまん。谷はもう安全だ。行くぞ。エレンドはどこなんです。隊長の動向がないのならば。ブリッスルバックは討伐した。隊長からの命令だ。ミラ無事なのですか。怪我してるが無事だ。お前たちのことを待っている。残念、私は笛が鳴らぬ限りここを動きませんよ。オセラムが怪我をするほどです。私ならどうなるか。わかった。なら笛を吹かせてからまた戻ってくる。聞いたか。出発はしない。荷物を下ろして。ダメだ、すぐに戻る。くつろぐなよ。
こんなとこじゃくつろげません。なーに、なにを言ってんだお前。貴族が。ブルバンドと話す。誰それ。あっちか。ちょっと待って、これもらう。オッケー。こっちか。俺はお前が足引きずってるのでも眺め。姉ちゃん。これ焚き火俺してない？オッケー。ブリスルバックの存在はこっちか。にとって脅威なのですぞ。一体何が望みなのです？シャードが欲しいのですか？まさか執政官殿、わしを買収する気か？笛を吹かせたいのならそちらでブリスルバックを一掃した上で利権協定に署名よ。それとも他に何か方法が？どうも。救世主様、これはちょうどよかった。三王国の重要事項について少しお話を。後ででもいいか？結構。お待ちしておりますぞ。あなたがあの救世主様、デルボールとヘリスを倒せし者かもな。美しき女戦士の英雄譚はここにも轟いております。ウルバンド・フリーホルダー、お見知りおきよ。それでなぜ優雅にワインが飲めるメリディアンからこのみすぼらしい居留地にわざわざいらしたのです？ここは救世主様のご意向にふさわしくない。階段のために来た。階段？そう。一体またどうして？ああ、偉大な使命を携えてこの先に行かれるのですね。その私のご意向でここの問題を全て片付けたらな。ああ、ブリスルバックですか。奴らがいては会談も実現できませんしな。ならば邪魔者は消えます。ではまた。ちょっと待つんだ。お前は執政官を評価していないようだな。ああ、小綺麗なローブを着た役人がどうにも気に入らないだけですよ。なぜなら同胞の作業員が苦しみ脅され利用されてるのですから。高潔だな。高潔？はっ、ハンマー一本でのし上がってきた。誰かからチャンスを与えられることも一切なく、自分の手でここまで来たのですよ。そのハンマーは置いてきたのか？それはみんなを率いるには置かざるを得なかったのです。カージャは何もせず一方的に良きオセラムたちの身を危険にさらしている。誰かが立ち上がり抗議せねば。カージャ気に食わないんだ。カージャっていまいち何かは忘れてっけどね。お前が作業を止めたのか？いかにも、わしらは兵士ではありません。カージャがブリスルバックを討伐し我々と契約を結ぶ。これが叶わぬ限り中止のままです。契約ね。お前の利権協定か？わしのではありません。カージャが利益を得るためにこの地で骨の折れる作業をこなす善良なオセラムの労働者たちのための協定です。わしらが求めているのは富を分配する仕組みだ。この土地で働く者こそが富を得なければ。そうか。それでお前の取り分は？当然地域への貢献度に見合った分のみ受け取るつもりです。あ、とにかく吹け。ブリスルバックは片付けた。あ、本当に？さっさと気持ちを落ち着けて笛を吹くんだ。ことをせくことはないでしょう。まずは機械が本当に一掃されて谷が安全か確認しないと。一日もあれば済みますよ。あ、二日かな。ダメだ、今すぐ笛を吹け。ビーム出るよ。罪のないオセラムの命がかかっているのです。ここは慎重に。お前が吹かないなら私がやる。ビーム付きでな。さすがですな。聞け皆の者、メリディアンの救世主がお救いくださった。あんたは何？
ブリスルバックを倒したぞ。お前、何？笛を鳴らせ。チェーンスクリープも営業再開だ。本当か？やった。今捨てゼリフ入っていかなかった。働けなかった分の手当はこのウルバンドが埋め合わせすると言ってる。うん。よし。そうこなくっちゃね。いざ。おお。時給アップよ時給。よっしゃ。やった。階段に時給3万円アップよ。ああ、そうだな。サイドクエスト追加、ブリッスルバック。商人が利用可能になった。はい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 。町に様々な商人がいる。カリウドは武器を焼く。装置は薬を。料理人は、料理を提供する。わかった。よし、次は門も開いたし、店も使えるようになったはずだ。武器買えっちゅうことかな。の光に向かわせる前に、今の武器弱えからな。カージャの執政官の話を聞くか。あいつなら酒場にいるだろう。ああ、上等の品を用意しといたぜ。笛の救世主様だしな。ねえ、私の幸運のハンマーを直すのが先だろ。ブリスルバックを倒して町の役に立ってからでかい口叩きな。ごゆっくり、きっと気に入るはずだ。うん。長弓。長弓。これもらう。オッケー。また来てくれよ。ありがとう。早く直してよ。道具だけじゃなく、お前も修理できたらな。長弓は強力で狙いが正確な長距離向けの弓。はい。移動中に撃つと命中精度が落ち、スライディング中は撃つことができん。属性キャニスターを爆発させるには同属性の矢に矢で撃つことか。おいおい、酔っ払ってんのかお前。足がお前ちょっとおかしいぞ。これ酔いつぶれてんのか。ああ、もう言ってるね、これね。言ってるわ。半笑いだもんね。もう終わった。ファデスのところに戻る。うん。司祭ね。変わったぜ。ああ、おっさん。おっさん。笛は鳴った。出発だ。ですが予定だとあと3人は護衛がつくはずで。何をブツ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 。ショードの光へ向かいます。エレンド隊長のご命令ですから、どうぞご勝手に。この吐き溜めに残れと？それはありえん。だったら行きましょう。ではまた後ほど。よし、これでようやく会談を開催できそうだな。オッケー。無事に乗り切ればサイレンスの行方を終える。ハーデスもだ。会談。ダイヤのバックアップも見つかるかも。照度の光に直行してもいいし、うん、恐れの谷で寄り道もありか。ペトラの誘いに応じてもいい。チャージャーオーバーライドする。もうオーバーライドできるんだね。どこ。チャージャーどこ。チャージャーはまああっち行けばいるんだろう。
お前またそれじゃ腕が吹き飛んじまうだろ。一体それの何がダメだってのまあね、このなんだろう、サイドクエストでもね、なんか武器とかもらえるみたいね。うん、まあ次回あたりちょっとね、サイドクエストとかやってみようかな。チャージャーをオーバーライドすれば早く移動できるはずだ。うん、チャージャーをオーバーライドできるな。群れを驚かせないよう静かに行かないと。うん、近づいて三角ね。まあ気づかれないように三角を押せばいいんだね。長押し。ああそう。OK。やぜ。700m もある。ちょっと待て、ちょっと待て。降りて。これとれ。のれ。ちょいよちょい。ごめん、ちょっとごめん。何してんだ、赤毛。うるせえ、鼻毛。気安くお前、救世主を赤毛って呼ぶな。よいて、ごめん、よいて。おっと、スキル上がってるな。そしたら、スキル。トリプルショット解除しようぜ。よーし。うん。で、このトリプルショットとか、これ武器、こういうのが、武器スタミナ。ね、消費するって武器スタミナいるみたいよ。で、これが、そのスタミナ回復量が早くなるとか。うん。うん、上のバーだよね。右下の上のね、オレンジのバーね。あ、ここか。照度の光。ここを越えた先は禁じられしているか。まずは手持ちの装備も整えないとな。少し見て守って。これが保管庫な。よし。で、ここで買えばよかったかな。これはリープラッシャーの循環装置っちゅうものがいるのか。うわぁ、ここで買えばよかったかな。失敗したかな。まあいいわ、しばらく使っておこう。ブラストスリング。どうしよう。爆破属性な、これ。なんか属性はね、湖水ダメージっていうのかな、うん、まあ、水系のダメージと、プラズマダメージと、あと3属性か、うん、ロープキャニスター、これ買っとこう。どうすっかな。よし。ありがとね。何かあればまた来てよ。ロープキャニスターは機械を拘束して敵を封じられる。動きをね。照準しながら、ロープを発射し、機械に
打ち込めば何本か打ち込めば長時間動きを封じることができると。ロープを走行部分に打ち込むには最大まで引き絞って打つ必要がある。で、あっちやね。エレンドだ。ああ、酒が入っているようだな。エレンド、ご機嫌斜めか。お前もあばらを折ってみろ。すまねえ。だから酔いつぶれているんだった。どうも。そろそろ行くか。な、なに？その雰囲気何？くつろぎ中か。一杯どうぞと言いたいが、世界が滅んじまうな。相変わらず時間もないんだろう。何か聞きたいことあんのか？どうだった？うまくやってたのか？変わったことあったか？私黙って消えてからか。悪かない。ヴァンガードは忠実。戦いで崩れた町の復興を手伝ってクレイムにエルサを埋葬してきた。戻ってきたら今度は階段に向かうフワディスを護衛しろって命を受けた。朝飯前だと思ってたがとんだ目にあったよ。奇襲を受けたんだ。どうしようもない。酔えばそう思えるかな。階段のこと知ってるか？いや、あんまり。アバードたっての希望らしいな。あのテナークスと和平を結ぶって聞いた話じゃ、連中交渉うんちゃらよりも剣と矢で語る方が好きらしいけどな。向こうへ行くんなら気をつけろ。何が起こるか分かりしない。ああ、覚えておくよ。私はそろそろ行くよ。止めるわけじゃないが、お前本気でやるのか？ほら、世界を救うって一人だけで背負い込むには。エレンド、分かったよ。言ってみただけだ。まあ要するにそのあれだ、俺が必要になったらまた会いに来るよ。シラフでいたらいいけど。期待するな。気をつけろよ、アロイ。どっちだ？こっちか。案ずるな。分厚い石壁がテナークスからお前を守って。お前が指揮官か？いえ、ここの指揮官はノザール司令になります。私はラワン副官です。それでノラ族のアーロイ様が何用でここに？会談のために来た。開催して西へ行く許可をもらいたい。博学のフアディスも到着したし、これで階段を開けるな。ああ、フワディス、あの祭司、文句を垂れながら護衛の後をついてましたな。経典がお好きなようで。ですが階段は開けません。司令が開催の合図を送りましたが、テナークスの勇士が角笛を吹かんのです。そうか、だったら私だけ通してくれ。あいつらに用があるんだ。ええ、そうでしょうが、司令の命令でそれはできません。平時であれば門は望む者に開かれます。オセラムの発掘隊やカージャにさえもちろんのこと。ただ今は会談が終わるまでの間通行禁止。テナークスが帰るまでね。あんた、そのパンチパーマがストレートパーマに変わる？通さないと。この会談の目的は一体何なんだ？主に交易と交渉ですよ。カージャは食料に香辛料、装備を与え、引き換えにテナークスは赤の動乱でカージャ兵から剥ぎ取った所持品を返還するのです。ですが今回の会談は特別なもの。どう特別なんだ？今回引き渡されるのはファシャーブという我が同胞、5年間囚われの身でした。この件で皆ピリピリしている。会談が終わるまで何があるか誰も分かりませんから。
さっきテナークスの勇士と言っていたが何者だ。部族が誇る精鋭です。毎回階段の前に3つの一派がそれぞれの兵士を連れてやってくる。そして階段の場で指導者の代理として交渉を。交渉といってもこちらの祭祀が折れるまで威圧し続けるだけですが、前回この男が初めて勇士たちに会ったのですが戻ってきた時は汗だくでね。あの日は暑かったものでそうだろうな。ノザールという司令はどこにいる。門を開けるなと言うなら私が説得してみよう。ご案内しましょう。ただお忘れなきよう、司令は掟を厳守されます。緊迫した状況では特に。どうだろうな。こちらへ。いろいろと忙しそうだな、うん、ここも動乱の折テナークスに壊されました。2年経ちますが未だに復旧の途中です。チェーンスクレープの一件により作業が止まるかと思いきや、ある野良族が解決してくれたとか。手を貸しただけだ。ウルバンドはさぞ喜んだでしょうね。まあそうだな、次回はね、そうね、今の進行にあたってのこういうような、さあ通してくれ、なんだろう、はなんだ、サイドクエストが出てると思うから、どういうんだろうな、後でやってもあまりピンとこないようになっちゃうから、まあ今のうちに、今まで出てきたサイドクエストのうち、まあいくつかね、まあ適当に選んで、また情報を見てね、うん、このサイドクエストはやるべきとか、そういう情報を見て、お伝えしたいかなと。で、サイドクエストは、タイトルに記載しません。メインクエストだけ、こういう階段とかね、うん、国境地帯だったっけ、うん、そういうのをタイトルに記載するんでね、もしサイドクエスト興味ない方はそのタイトルを見てまた見てやってください。あちらがノザール司令、幸運を。なぜ3号はこんな蛮族どもと和平交渉するのか。理解、民を束ねることすらできぬ部族とどう会談をしろというのだ。所詮相手は蛮族に過ぎぬということ。これはアーロイでしたかな。ああ、お前のために機械を倒したアーロイだ。よく働いてくれた。おかげで我々の準備は整った。合図は送ったんだろう。階段の合図は双方が送り合うもの。テナークスが笛を吹くまでは待つのみ。取り決めによるところでは。黙ってろ。なぜ遅れてる。テナークスという部族には3つの一派が存在する。印はいくつ見える。突っ立ってないで、調べに行ったらどうだ。あいにくここはお前の育った野良の片田舎とは違い、禁じられし西部だ。気に入らぬならメリディアンで申し立てればいい。私が救ったメリディアンでか。そうだ、最後の一派が現れて角笛が吹かれるまで誰も通しはせん。メリディアンの救世主であってもな。悪いが、もう十分待った。私は行く。ダメなものはダメだ。この階段は取り決めを遵守し、双方ともに。ああ、ダメだ。通さんぞ。そこでわめいてろ。誰か来るぞ。機械に乗ってる。バール、バール、追いかけてきたのか。
開けてくれないか。その女を決して通してはならんぞ。いいか、これは命令だ。ここは通せません。司令、救世主様ですよ。救世主だろうが皇太后だろうが同じだ。その笛が鳴らぬ限りこの門は決して開ける。どうしてもダメか。どうしたらいいんだ。よう、バール。エレンド、何事だ。いつものこと、アーロイの行く手をみんなが邪魔してるのさ。無駄だ。開けろ。ああ、もういい。引っ捕らえろ。やれるものならやってみろ。助けるか。ああ、もちろん。おい、ノザール。このドアホーのクズが救世主様を前にして、お前は本気で門を閉じてられると思うのか。三王アバードの耳に届いたら一体どうなると思う。昇進するってか。はアーロイを通しな。世界を救ってこい。メリディアンに忘れ物したろ。な、バール、言うなよ。もう来ちまった。西に行くにはテナークスの許可がいるってマーラットが言ってたよな。もらえば命を奪われずに。階段の場所に行く。はいはい。階段はまだなんだろう。このまま乗り込む。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。俺がいればまたね。まあ確かに、やるだけやってみよう。